今回はガチ対決ということで、ついに翔太がピッチャーモノホンのピッチャーよ。いつものお祭り緩いバッピーじゃないから、ガチのピッチャーやからね。素人の球しか打てへんって今思われてるからここでちゃんと挽回するから。現役純子でやられてる方を今回お呼びしました、はい、ほんまにお前が実戦で勝てるのかどうかをちょっと皆さんに見てもらいたい。そうやね、僕はもう 10-0 で相手を応援してる。そうやね、こいつマジで何やったら俺をさらけ出そうとしてるから、うん、お前はやっていくんで、今回ですねツイッターで募集かけたところ、はい、なんと医学部のエースやばない、ほんまに。でね、そのね、医学部のエースなんで、すごいこうインテリ野球をされるんかなと思ったんですけども、ね、写真があったので、ご覧ください、こちら、はい。なんでこれやねん。ガチでアホや。文章もこちら、はい。もう超アホ。アホやねんって。超アホ。YouTuber に応募するときに、デビュー夫人とのツーショットは普通送らん。やらん、普通はやらん。しかも、白球と、何、巨乳を追いかけるやつだっけ。それも言わん、普通は。うん、だから、ちょっと医学部でこんなぶっ飛んでるのおもろいなということで、うん、今回対決させてもらえたと思います。ね、では、早速登場していただきましょう。はい、ゴー。はい、てんてるんてんてんてん。うんちょこちょこちょこって。はい、で、今回は、3打席対決ということでですね、はい、3打席中はヒット打てるかどうか。ノーヒットで抑えたら勝ちということで、シンプルに。1本でもったら俺が勝っちゃうからね、うん。キャッチャーの方がもう審判を完全にしてもらって、そうそうそう、キャッチャーできさすがに、うん、ではやっていきたいと思います。投げましょう。バチかい。そうあれ絶対使わないっすよね。使うんすか。初見何やったっけ。サンスロイドです。あ、サンスロイド。ワンツーです。ワンツー。はい。ワンツー。
ボタン。あれ何すか、抜け玉ってね。フォークか。綺麗やった。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。なんでね、なんでこう転がったやな。こうしてみて。あ、一発ギャルじゃん。あ、くる。くる。ちょこちょこちょこって。はい、お疲れ様でした。ナイスゲーム。渡した。結果は2打席目で、あれは何ヒットっていうの？レフト線のツーベースやろ。おお、ツーベース。いや。回り込むんじゃないですか。ああ、無理か。さすがにね。ああ、ただ気持ちよかったし。あれ、フォークの抜け玉ですよね。ちょっと抜け気味ですかね。ちょっと甘く入ったんですよ、高めに来て。確かに。で、自分全部ストライク取ったんですよ。もうほぼ振っとったんで、もう全部いったろっていう気持ちで取ったら、ちょうど甘く入ってきて。だからストレートででも空振り取れたの嬉しくて。うん、全然でかった。正直そこで押せばよかったなと思うけど、でもね、振りが鋭いんで、ストレート投げたくなくなっちゃうんですよ。なるほど。見せられると。あ、だからいい空振りをしてたと。そうなんです。あれ、多分あれと動画的にかっこつけただけっす。ほんま別に、ほんま多分。こっち系だけど、ここまで行ったからまだまだ動画のために、ここから動画のためのそう感じだから。なるほど。まだ渡るということで、でもほんまナイスゲームでした。ありがとうございました。じゃあ最後、ご自身のチャンネルの宣伝どうぞ。バシッと。ありがとうございます。エンチャンネルっていう風な、そういう風な、いいね、全部使うで。エンチャンネルやっております。北海道函館市の地元の友達とおメンバーとして、函館を盛り上げるためにやってます。で、最終的には登録者100万人目標に。もちろんどっちが先行けるか勝負。どっちが勝負ね。僕も野球の動画を上げていきたいんです。なるほど。皆さん見てください、マジで。はい、野球の動画、ナンパ動画。あら、全然ちゃうね。でも野球やってる人はみんなナンパ好きな人多いでしょ。確かに。あと僕、医学部なんで、医学部の勉強について。あ、めっちゃいいチャンネルやん。めっちゃいいよ。で、あとはまあ普通にドッキリとか。あー、でも幅広くやりたい。じゃあ皆さん、よければ概要欄にリンク貼っておきますので、よろしくお願いします。今日撮った動画も上がるのかな、僕らが出てるような動画。あ、そうです、上げさせてください。アメンボ、あ、もちろん。はい、めっちゃ低いな。低いんですよ。僕らが出てる動画も上がりますので、よかったら遊びに行ってください。チャットして次の動画待ちください。 Twitter、Instagram フォローして。それでは、ありがとうございました。あらしたまたやりましょう。いいっすか。まあまあ、全然何でも呼んでください。ほんまっすか。函館から来てくれるの。いや、大阪住んでるんで。ああ、そうなんね。